ただいまから臨時の知事会見を行います。本日の発表事項は新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請についてであります。長崎知事からコメントを発表します。はい、それではよろしくお願いいたします。表題に関しまして、この度新型インフルエンザ等、対策特別措置法第24条第9項に基づく、協力要請の期限を8月31日まで延長いたします。本件は新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、県民の皆様、事業者の皆様への協力要請を継続してきておりまして、皆様のご協力によりまして、現状感染爆発といった状況には至ってはおりません。しかしながら東京を中心に首都圏におきまして新規感染者数が増加していることから、隣接する本県としては緊張感を持って警戒を続ける必要があると考えております。このような認識のもとに現在の協力要請を緩めることは適切ではないと判断した次第でありまして、期限を8月31日までの延長をさせていただきます。県民の皆様におかれましては、感染リスクの高い場所へ外出される際には、夜の街などで十分な感染防止対策をしていないお店の利用はぜひとも避けていただくなど、より一層注意して行動をしていただくようお願いを申し上げます。合わせて日常から人混みや3密のある場所の回避、あるいは身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの基本的な感染対策をぜひとも徹底して引き続き徹底をしていただきたいと思います。また感染確認アプリココアの利用などについてもぜひともよろしくお願いいたします。うつらない、うつさないための行動をどうか十分ご留意をいただきたいと思います。また事業者の皆様に対しましては、休業要請の個別解除の前提となっておりますガイドラインの遵守の徹底を引き続きぜひよろしくお願いいたします。また休業要請の対象施設となっていない施設につきましても感染拡大防止対策の徹底を引き続きお願いをいたします。先般も申し上げましたが、特にスーパーあるいはホームセンター、百貨店など県内外の多くの方が来訪される施設におきましては、ぜひとも来訪者のマスクの着用あるいは検温などを徹底をしていただきたく思います。県といたしましては、これらの施設に対しましてマスクの着用の徹底を促す、これらの施設を訪れるお客様に対しまして、マスクの着用の徹底を促すポスター、そして合わせまして象徴的な意味合いではありますが、忘れたお客様用にマスクの配布を行うことを検討してまいります。また来訪者を呼び込むために重要な要素となります安全、そしてそれに対する安心を公的に示すグリーンゾーン認証の取得につきましても、ぜひとも積極的に向き合っていただきたく思います。なお県におきましては早期発見早期治療を徹底するべく、引き続き医療提供体制の強化に尽力してまいります。現段階におきまして、ピーク時の入院患者の受け入れ病床につきまして目標約250ですが、このうち6病院170床につきましてはすでに確保合意済みであります。残る80床につきましては現在4病院と最終の調整をしているところであります。宿泊療養施設につきましては目標100部屋につきましてはすでに確保をしているところでございます。検査体制でありますが、県の衛生環境研究所と各医療機関合わせまして現時点で1日あたり260件の検査能力を拡充をしております。これ速やかに300件まで拡充をしてまいりたいと思います。加えまして感染拡大防止と経済活動を両立させるグリーンゾーン構想の推進を強化し、超感染症社会への移行を加速させていきたいと思います。少なくともここしばらくの間はコロナの脅威との共存を余儀なくされるわけでありまして、こういう状況のもと私としては行動制限による対応というものは現在あるいは将来における将来に向けたですね
希望というものを、あるいは見通し、希望を人々から奪うものであり、これは最終、最後の手段であるべきものだと考えております。要は、繰り返しになりますが、感染拡大防止をいかに徹底できるか、このことこそが本質でありまして、感染拡大の防止と感染者の早期発見、早期治療、そして早期回復、この組み合わせこそが本県が歩むべき方向性であると考えております。その核となりますグリーンゾーン認証制度につきましては、一件でも多くの県内事業者の皆様に認証取得をしていただくために、さらなる普及啓発はもちろんのことですね、取得を容易にする補助制度などのサポート、さらには GoTo イートなど関連施策との連動による、いわば認証取得をです、売上の拡大に直結するような仕掛け作り、こういうものなどを行いつつ、また認証システムの信頼性確保というものは大前提とした、する中で、詳細についてはですね、現実の実務に合うように、普段の見直しというものを行っていきたいと考えております。これら、県民の皆様、事業者の皆様、そして、県、官民一体となって、これまで、感染拡大防止対策に取り組んできたわけでありますが、この努力というものは、遠からず進化を発揮し、他県にない付加価値として、国内外に認識されることによりまして、本県を、このポストコロナにおいては一段高いステージに持ち上げ、県民一人一人の豊かさに寄与する、ことにつながると、私はそのように確信をしております。引き続き、ご負担もおかけいたしますが、何卒ご理解の上、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。私から申し上げるべきは以上であります。それではただいまから知事の発表しました内容に関しまして質問をお聞きいたします。なお協力要請の詳細につきましては後ほど担当局長より説明させていただきます。それでは質問がある方は初めに、所属氏名を名乗った上で質問をお願いいたします。質問をお聞きいたします。いかがでしょうか。読売さん。読売新聞の渡辺です。はい、現状の感染状況の知事の受け止めをちょっとお聞きしたいんですけども、週単位で増加傾向にあるということで、今第2波に差し掛かっている認識なのか、まだ瀬戸際なのか、まだまだそこまでには至っていないという認識なのか、どのような今認識でしょうか。第2波の定義というものが、定かではありませんが、前回、大きな波がやってきたのと、ここ同じような波にさらされている、リスクにさらされている、こういう状況だと思います。現状その先ほどの本部会議の中でもですね、藤井先生からお話がありましたように、週単位で見てみますと、3週間前は1週間あたり1人、2週間前は4人、先週は10人と、その感染された方の数というものはですね、増加しているわけでありまして、したがってですね、これまで以上に警戒はしないといけないと思います。特に、お話したようにその首都圏由来が多いわけでありますが、いずれにしてもですね、本県、東京との往来というものが大変多いところでありますし、また国内有数の、観光地でもありますので、その、十分、警戒の上に、警戒を重ねる必要があろうと、思っております。これを第2波というかどうかはちょっと分かりませんが、これまで以上にですね、警戒するべき、場面であろうと、このようには認識しています。今回延長した期間なんですけど、1ヶ月にした理由について。はい、ここは政府の通知と、足並みを合わせております。今政府の通知が8月末、はい、までになっておりますので、とりあえず、そこで通知を、そこを合わせる、ずらす理由というものが見当たらないものですから、そこに合わせて、警戒をしていくということだろうと思います。黒島さん、特措法に基づいてその国安の利用を協力を要請したと思うんですけども、この狙いについて改めて一言いただきます。
はい、私たちはその、ある意味県勢としてですね、早期発見に基づく早期治療、早期回復というものを掲げておりますので、このココアの利用というものは早期発見に大変有効であろうと、こう考えておりますので、ぜひ多くの県民の皆様にはですね、これをインストールしていただいて、万が一、そのココアを通じて連絡があればですね、ちょっと国の扱いとここは若干異なっておりますが、連絡があった場合はですね、ぜひともその保健所に相談をしていただいて、適切な検査をはじめとするですね、適切な処置を、受けていただく対応を、処置を受けていただくなどの対応をしていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、他にいかがでしょうか。朝日さん。朝日新聞吉澤でございます。はい、休業要請についてお伺いします。はい、当初ちょっと振り返ってみますと、休業要請を始めたのは4月の20日からだったんじゃないかと思います。で、数えますと今日含めて 5回目の延長になって、最初はですね、4月の下旬からゴールデンウィーク明けまでのごく短期間の間の休業要請だということだったと思うんですけども、気がつけばですね、8月31日までとなるともう3ヶ月を超える極めて長期間の要請ということになると思います。これはやっぱり、なんて言うんでしょうね、私、時々お伺いしてますけども、経済の自由とか営業の自由とかですね、そういうすごい大切な、私たちの社会にとって大切な価値をですね、行政の権限によって制限するということにもなるわけですし、事業者にとっては、明日の生活の問題、死活問題でもあると思うんですね。こんなに長期間、先ほどそのタイミングが国の通知と合わせているとおっしゃいましたけれども、特措法に基づく、休業協力要請をしている県というのは、もうほとんどないんじゃないかと思うんですけれども、それでも山梨県としてはやっていくんだという理由について、もうちょっと踏み込んで説明していただけます。おっしゃる通り、極めて長い期間ですね、その休業要請、休業に対する協力要請をかけているわけですが、営業の自由、極めてその重要な感染症が蔓延している状況の下ではですね、この感染症の拡大を防止するための、公共の利益というものは、営業の自由を上回るものだと私は考えます。ただし100% その営業の道を塞いでいるわけではなくて、感染拡大防止ができているところは、この営業、休業の協力要請を解除しているというやり方を取っておりますので、これをもってですね、私はその過度にですね、国民の権利、県民の権利というものを、侵害しているものにはならないだろうと、このように考えている次第であります。で、なぜ山梨県がこういう対応を取っているかというと、これは繰り返しになりますが、このコロナウイルス感染症というものはですね、ここしばらくは続かざるを得ないんだと、それは歓迎すべからざる事態ではありますが、ご承知のように今、冬に始まってですね、インフルエンザのようにその季節性があるわけでもないし、むしろ夏になってよりこう感染の度合いというのが増してきていると、こういう状況にある以上ですね、ワクチンができ、なおかつそのしっかりとしたその、治療薬ができて、それがその、多くの皆さんに、着実に行き渡るようになるまでの間というものは、やはりこの感染症の下でですね、物事を考えていかなければいけないと、こう思っています。で、その意味からしてですね、その我々はこの要はウィズコロナの中でですね、要は感染、多くの人の命を守るために、いわばその感染症対策が徹底された、社会というものに移行しなければならないと思っています。他の県ではですね、他の県は分かる、あまりあれですけども、他地域におきましては、この感染症第1波が過ぎた後に、
全く元の状態に戻してしまった。元の状態に戻してしまったがゆえに、またその新たに感染者数の増加に対してですね、じゃあ例えばその旅行をやめてくださいとか、まあ、様々な行動制限を呼びかけているわけですが、これはもう全く私から言わせるとちょっと進歩がないんではないんではないだろうかと私は思います。我々その、まあ、これまで第1波の際、一波でこう我々がこう見聞きしたこの知見というものはですね、やっぱりしっかりと生かしていかないといけないわけでありまして、まあ、この知見を生かすということは、すなわち感染症の防止対策というものは、引き続きやった上での、その経済再開の道、経済の再開あるいは拡大の道を、切り開いていく。これが私はこの、重要な、本来あるべき姿だろうと考えております。そういう意味で他地域はいざ知らず、我が山梨県におきましては、苦しい道のりではありますけれども、この感染症の拡大防止策というものを徹底した上で、まあ、それを土台にした上での新しいその経済活動あるいは社会活動の在り方というものをですね、実現をしていきたい、まあ、こういう思いからですね、他県とは異なる、取り扱いをしている次第であります。その休業要請対象業種のですね、個別解除の方式というのは5月に導入されて、ガイドラインみたいなものを作ったのですね、全国の中でもいち早く、はい、っていうことだったんじゃないかと思いますね、はいはい。その後グリーンゾーン認証っていうのをやりまして、これもまあ独自の制度というふうなのかなと思うんですけども、そのグリーンゾーン認証の方はそういう感染症に強い社会の、まあ、誘導政策というんですかね、ようなものだと思うんですけども、その一方である業種に対しては禁止をし、ある業種に対しては誘導すると、そのまあ禁止もまあガイドラインを守ればいいんですよって言って解除するというけれども、まずは禁止があって解除なわけですよね、一方は。で、一方は認証の方はどうぞご自由に営業してください、だけどガイドライン作って対策したらインセンティブありますよという、こう激励誘導の政策になっていて、そのなんか扱いも違うし、もっと言うとその県境をまたいでですね、埼玉とか東京とか神奈川に行ったら、やはり山梨県の後追いかけるようにしてどこもガイドラインを導入してますけれども、やっぱその禁止した上でのガイドラインだな、やっぱりそのどうぞ頑張って拡大防止策をやってくださいという形のガイドラインということを考えると、知事のおっしゃる目標というのは私もすごくその通りだと思うんですけれども、ちょっと何ですかね、扱いが異なりすぎるんじゃないかなという疑問を私は持っているんですけども、そこはどう。この違いはですね、そもそも最初 その休業に対する協力要請の対象というものが、要は感染拡大のリスクが高いであろうと言われる業種に対して行っているものであって、それ以外のものに関しては、実はその休業要請そもそも出してないんですね。それはその感染リスク、感染拡大リスクっていうんですよね、その違いに、まあ、それに基づくその業種の違い、すみません、業種の違いによるその感染リスクの度合いの違いによって、対応を分けているということになります。ですので、今私も対象としている宿泊施設あるいはその飲食店というものは、これまでその休業要請の対象外だったわけですね。一部その大きな施設とかそういうのはまた別ですけども、基本的にはその対象外というもので、その対象外のところに対してもさらなるその感染拡大の防止を徹底してくださいという意味で、まあ、ある意味上乗せのお願いというかですね、になっているものですから、まあ、そこに対しては、まあ、それ相応のそのインセンティブもつけて、やっていくことが必要であろうと、まあ、こう考える次第であります。他にいかがでしょうか。サニーさん。サニー氏の内田です、先ほど病床の話が出たかと思うんですけれども、はい、その病床の内訳っていうのは、まあ、病院名とかも出せる範囲であれば教えていただきたい。はい、そこはですね、病院名は今ですね、まあ、要はその相手方の病院さんの、了解をもらえば、
もらったところで公表していきたいと思いますが、現時点でまだなんですか。はい、はい、現時点ではそのまだなので、これ了解いただき次第ですね、改めて公表していきたいと思います。で、あともう一点なんですけど、はい、重点協力、あ、重点医療機関かは藤川病院に指定したかったんですけれども、現状の取り込みはどういう状況になってますでしょうか。指定の状況というのはその他に現状でまだ増えてないですけれども、今それはどういう状況になっているのか。今最終の詰めの段階だと思います。あ、思いますというか、最終の詰めの段階で、その先ほどそのもうすでに170床です、170床お約束していただいているところはですね、そういう重点病院の指定の、段階に行こうと思いますし、今最終調整4つの病院としてますが、そこもその調整が整えばですね、当該病院のご了解をいただいた上で、またさらに、重点指定病院に、していきたいと思いますが、ちょっと詳細、もし詳細不足するとかあればお願いします。今ご説明申し上げた通り、基本的には入院の患者さんを受け入れる医療機関についてはかなりの病床数を1病院で確保していただいている病院が多いものですから、重点医療機関に指定をしていきたいというふうに考えておりますが、詳細な要件について、国に確認をしている部分もございまして、そこの協議が整い次第速やかに指定をしてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。まだ時期的ないつまで指定するとか、その目処はまだ立ってない、目標というかなんですけど、協議が整い次第ということです。まずは病床をきちんと確保するということが非常に大事ですので、その作業を先に進めさせていただいておりまして、重点医療機関についてはその後の財政措置に影響してくるものですから、後追いの形できちんと指定をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。他にいかがでしょうか。ヨビエさん、宿泊療養施設は若見郎の21室以外にどちらを確保したんでしょうか。はい、そこも相手方との関係で、その必要が生じたときまではですね、営業上の問題もあるので、名前を伏せさせていただきたいと思いますが、県内のビジネスホテルですね。ビジネスホテル、はい、市町村とかもまだ、すみません、ちょっと今の時点では他にいかがでしょうか。首都圏との観光の往来やビジネスの往来が増えたことによって、やっぱりこう感染者が連日出るような状況になってしまったじゃないかと感じている県民の方も非常に多いと思うんですけれども、今の往来観光に関しては維持したしつつ、この措置も継続したままで、こう感染者というのはまたもっとゼロの状態ですとか、入院患者ゼロの状況に戻せるというような、イメージで今動いてらっしゃるという、はい、いずれにしてもですね、その、首都圏との往来というのは、起こる、わけでありますし、また、従ってですね、その、感染者の発生というものはある程度はその起こってくるであろうと、それはもう想定を、するのがおそらくですね、そのウィズコロナというものなんだろうと思います。ただ繰り返しになりますが、そういう感染された方が仮にその県内の施設に来られても、そこから濃厚接触が出なければ広がらないわけですので、今私どもがやっているそのガイドラインですとか、グリーンゾーンというものはまさにそこのお店あるいはその施設に感染された方が仮にこう来られたとしても、従業員さん他のお客さんには濃厚接触にならずに移るリスクというのも極めて極小化される、そういうその段取りを講じておりますので、講じております。それを徹底することこそがですね、私は本筋なんだろうと思います。さっきの話も繰り返しになりますが、感染者が増えたから、即行動制限というのはやはり最終最後の手段、だろうと思いますし、それはこれまで多くのです、県内の事業者さん施設さんが、努力して積み重ねてきたものがですね、これからそういう意味でのこう進化というものを発揮できる段階にまだあろうかと私は思っています。これがなんかとんでもない数の、話になったら、それの状況に応じて、最終的に重要なのは県民の皆様の、
命と健康ですので、そういう状況、そういうものを踏まえながらですね、その感染の拡大、感染の状況というのはもう極めてその、もう緊急事態宣言みたいな状態になればですね、当然対応は臨機応変に変えていく必要があるかとは思いますが、その現時点でですね、考えたときに、まだそういう効果の私はそのこの感染拡大の防止というものを徹底すればですね、大きな問題県民の皆様にこう、要は市中感染が繰り返されてその爆発的な感染、要はその医療崩壊と手前というような状況にならないんだろうと、私はもう考えています、そこはでもいずれにしてもその専門家 の先生方と、しっかりその状況認識というのはリアルタイム折に触れですね頻繁に、する中でですね、判断をしていかないといけないとは思います。もう一件伺うんですけれども、別の話なんですけれども、中央4県ですとか静岡との協調というかそういったあの連携に関しては、現在ちょっと若干全国的な感染の拡大によって変化している部分ですとか、若干温度差が変わって出ている部分というのはあるんでしょうか。中央4県に関しては、8月の頭に知事会をやってなんて話をしてましたが、当面その、各それぞれその長野県さんあるいはその、静岡県、新潟県、他県 の、皆さんのご意向を踏まえてですね、それはちょっと延期しようという扱いになっています。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。朝日さん、朝日新聞の吉田でございます。先ほどの話の続きでちょっとしつこくて恐縮です。その知事がさっきおっしゃったですね、その県内をその強い感染症に強い体質に変えていくんだという意味では、その休業要請のガイドラインもですね、たくさんのところをがガイドラインを実行して解除されることは大事だと思うし、認証もたくさんの事業者を取ることは大事だと思います。今の、ガイドラインの個別解除された事業者はいくつあるのかなって、ちょっときちんと細かい数まで数えきれないんですけど、270、80っていうところでしょうか。この数についてはどのように評価されますか。どの数ですか。今ガイドラインの協力業者の個別解除の件数は今日時点で328です。328、はい。その数、その事業者の数ってどんなふうに聞いてしているのか。合わせてですね、その認証の申請をしているところも300件、以上、になってますので、なんていうんでしょう、その私どもむしろ推進したいと思うのはこの認証職の方でもありますので、ここはですね、そうですね、その認証取得と、さらにその休業協力要請の対象となっているところでそのガイドラインに基づく個別解除していただくところは、もっと増えていただいても、いただくべきだと、思っております。こういうものに向けまして今県ではですね、先般補正予算も用意する中で、感染拡大の防止のため の、 その、機材ですとか、機材の購入に対しましては、特に小規模事業者は念頭に置いておりますが、30万円の、定額の補助金も用意をしておりますし、また、施設整備、あるいはその設備の導入に対しましても別途補助金制度を用意しておりますので、ぜひこれ遡るんですよね、これ4月以降遡ってそういうものに対しても購入したその感染防止資機材に対しても対象になりますので、ぜひこういうのを活用していただいてですね、一刻も早くです、個別解除もしくは認証の取得をしていただきたいと思います。それでですね、特に個別解除のところなんですけども、導入するときにですね、その個別にガイドラインを実施して解除するということが安心できる事業所なんですよということで、それを積極的に知らせるためにホームページに載せるっていう趣旨であった、はい、というご説明だったと思うんですけど、はい、
私のホームページの見方が悪いのかもしれないんですけど、現状その開業日の日付順にずっと並んでてですね、カラオケボックス使おうかなと思った時にですね、それを探すのすごい大変だったりとかですね、ホームページのどこにあるのかなって、トップページからすぐに行ける感じでもないし、私の検索技術が低いのかもしれませんけど、なんかちょっとその辺あまりにもこう、ユーザー目線に立ってないんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。わかりました。大変重要なご指摘だと思いますので、早速前書いたします。ホームページ分かりやすい形で、ご利用しやすいように、改めていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、他にいかがでしょうか。YBS さん、すみません、 YBS の横内です。接触確認アプリについてなんですけれども、はい、今回要請という形では初めてというか改めて入れたと思いますが、その利用の推奨自体は以前からしていて、県では独自にこれで連絡というか接触の連絡があった方には PCR 受けられるようにするということでやっていると思いますが、これまで実際にそういう形で PCR を受けたケースというのは確認されているんでしょうか。もし分かれば教えてください。現在のところ、このアプリ の通知に基づいて検査を受けた方というのはいらっしゃいません。一方で、これまで陽性が県内で判明した方の中には、アプリを導入されていた例というのがいらっしゃいまして、その方については接触した方に通知がいっているものでございます。いずれにせよ実際の保健所への相談というのはまだ、失礼しました。実際の検査につながった例というのはまだ出てきています。多くの方が導入して使っていただければですね、それだけ効果が高まりますので、ぜひですね、この接触確認アプリを、導入してですね、やっていただければと思います。わかりました。じゃあちょっと確認でも、今まで県内で感染した方の中に入れている方がいて、それをもとに接触者に通知がいっているケースはあるということですね。はい、そうです、おっしゃる通りです。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは本日の臨時会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。